大会6日目、全国47チームが参加して行われたこの大会もついに4校を残すのみとなった。大空翼を中心に大会3連覇を目指す前回覇者静岡代表南葛中学、チームワーク抜群キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属する明和東中学、エース日向小次郎抜きにここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、キーパー若島津は今大会失点ゼロである。全国の頂点を決める戦いまであと一歩、激闘の準決勝の幕が今上がる。全国中学生サッカー大会準決勝第一試合、東邦学園対明和東。準決勝後半、ついに均衡が破れる。先取点は明和東。東邦ゴール前のこぼれ球に対し、明和東の特攻スライディング部隊が発進。スライディングシュートで1点をもぎ取った。そして東邦学園の名手ゴールキーパー若島津君、東邦学園ディフェンス全国大会初失点だ。これで明和東が決勝進出へ一歩リード。一方東邦学園、準決勝までチームを引っ張ってきたミッドフィルダー澤田君が今日はここまで不調。元チームメイトの明和東の選手たちに動きが読まれており、ゲームが組み立てられません。3年連続決勝進出を狙う東邦学園、これは苦しい展開だ。こんな時キャプテンが、ヒューガさんがいてくれたら。待てヒューガ、この試合お前を使うつもりはない。ベンチに座れ、これは監督命令だ。命令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 、あんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。何、なぜこの試合に俺が出られない。ヒューガ、負けるなみんな、たかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれみんな。キャプテン、俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞみんな。キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたら取り返せ。サッカーはそれしかないんだ。よし、キャプテンの力を借りずに勝つぞこの試合。みんな、あっと、ここで試合終了の笛。2対1、東邦学園土壇場での逆転勝利。ついに目覚めた澤田くんのパスを反町くんが決め、さらになんと明和東ゴールへオーバーラップした若島津くんのシュートでゴール。これで東邦学園3年連続決勝戦進出だ。やった、やりましたよキャプテン。ヒューガさん、よし、よくやった、よくやってくれたみんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手にチームを抜けたヒューガ、それでも選手たちはこのヒューガ小次郎を信頼している。くそ、ヒューガのいない東邦なら絶対に勝てる自信があったのに。いや、やはりヒューガの力は大きかったよ。今日の試合
ベンチのヒューガのあの劇がなければうちはあのまま逃げ切れていたかもしれない。東方はやはりヒューガだよ。タケシ、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、明和 FC の後輩。は、はい。沸かします。明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺たちだけになるんだからな。おお、頑張るよ。明和東、さすが小さい頃キラ監督に鍛えられただけあったぜ。東方はこれまでヒューガ君がいない分それをみんなで補って戦ってきた。そのため選手一人一人がレベルアップし、一戦ごとにチームワークも磨かれている。もし初めの試合からヒューガ君が出ていれば、みんなきっとヒューガ君を頼って試合をしたに違いない。でもいないから、いないからこそ自分たちでやらなくてはという気持ちが生まれてきたんだ。そして今東方の選手全員恐ろしいほど実力がついている。そしてここにヒューガ君が加わったら、今日の相手フラノ中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプテンの松山。彼のプレーがフラノ中の出来を左右する。つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば、おのずとこちらのペースになる。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手が粘るならこちらはそれ以上に粘るんだ。いいな。はい。大丈夫か翼、怪我の方は。うん、足も肩も昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても俺はやるよ。翼がそこまで燃えてるんじゃ俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。ああ、今日が今大会最大の難敵と言っていいだろう。明日のことは考えず、この一戦に全力を挙げてぶつかるんだ。はい。その難敵南葛、怪我をしているとはいえ中心はやはり大空翼だ。しかし翼さえ抑えればなんとかなる。そのマーク、今日は頼むぞ松山。はい、任せてください。よし、じゃあ例によってスタミナドリンクを飲んで試合に臨むか。マネージャー。どうしたマネージャー。あれ、マネージャー何持ってるんだ。ええ、実はみんなにハチマキを作ってきたんです。ハチマキ。でもどのチームもハチマキなんかしてないから。どれ、見せてみろよ。へえ、全員分作ったのか。大変だったろう。そういえば藤沢は2学期からはアメリカだったよな。そうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。うん、賛成賛成。なんか気合入るな。うん、目立っていいじゃないか。松山くん、これ一本ずつにみんなの背番号を刺繍したの。お、ほんとだ。ありがとうなマネージャー。
さあ、間もなく始まります準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チームイレブンが入場してきました。おっと、富良野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野サッカーの集大成打倒南葛、今日果たさせてもらうぜ。松山君、俺は負けないよ。あと2つ必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。だから得点力さえつけば全国制覇だって必ずできるはず。しかし俺には翼やヒューガのような天性のサッカーの才能はない。だから必死で練習してきた。才能のない奴は努力するしかないんだ。その努力必ず実らせる。勝って、松山君。翼君、怪我がひどくなりませんように。